はいこんにちは漫画スクリプトドクターの後藤兄さんだよこの番組は漫画技術を解説し楽しい漫画作りを応援していくチャンネルです今日お話しするのはこちらだ鬼滅の刃幽覚編が始まりましたねこの渦井天元の魅力に迫っていこうと思いますその秘密一体何があるのかこのね後藤家先生はやっぱりこのキャラ作りにポイントありますよねもう登場一発目のセリフ行動に意味があるそこに一体何があるのかを漫画家視点で解説 してていいこうと思っていますで、えー、その前にもう一個この渦井さんの秘密って知ってますか皆さん何かというとこのちょっとした紫がかったこの色合いにも秘密があるのかもしれないどういうことかっていうとこれ紫式部が関係してるって皆さん知ってましたこののさんって3人の お嫁さんがいらっしゃられるわけなんだけれどもこの名前がさささん、ヒナツルさん、んんなんだよねでこの名前の由来って何なんだろうなっていうのがこれに決まってますよね皆さん「つる源氏物語須磨の巻っていうのがあってこれ源氏物語がモチーフになっているんじゃないかと。っていうふうに考えていくともしかしてこの渦井さんというのは光る源氏光ってるもんね宝石がキラリと。 3つの宝石この3つの宝石も3人の妻を表しているのかもしれないしというような感じでこれ紫式部の物語と何らか関係あるっていうかモチーフなんじゃないのっていうのはこれはねツイッターで僕見ましたこの情報本当にすごいことに気づく人たちいるなと思ってというわけでそれは、ね、ツイッターで得た情報を偉そうに語ってもと思うので今回はその話とは別に渦井さんが漫画を描いていく上でどういうポイントがあるのかっていうお話をしていこうと思います。 と思いますここはさすがに気づいてる人少ないんじゃないかなと思います。 ここから解説何度も言いますがこの後藤家先生って魅力的なキャラクターね煉獄京二郎とかいたじゃないですかでそれも登場一発目のシーンがめちゃめちゃいいんですねそれがすごく印象的にうまいうまいって言ってるあれなんでうまいって言ってたのか意味があるんですよねそれは別の動画がひゅんねこのあたりに出てきたそこで解説してますのでぜひ見てほしいなと思ってますでそんな感じでこの渦井さんも登場に実は秘密がありますでそしてこの秘密を知る めっちゃいい人だなこの人って思う3倍感動するんじゃないかなと思います。それ一体何なのか。 このまず登場一発目のセリフに何を言わせるのかっていうのはキャラ立ていわゆるキャラが立つっていう瞬間なんですねで、ここはジャンプ編集部的にもかなり強く言うところなんじゃないかなと思ってますキャラの一発目何やらせるかで、だからこそそのジャンプに脈々と続く技術としても着目するといいところこれは皆さん盗めるところなんじゃないかなと思っていますでね、そもそもじゃあこの渦井さんってどういう風な えー、この物語の中の流れで出てきてるかというと柱なんですね強い柱特にこれは煉獄さんの後に出てくるキャラクターですよね物語的に考えると、まあ、これ後藤家先生の気持ちになって考えるとですね煉獄さんってあれだけのインパクトを与えたキャラクターそれこそ命を懸けて責務を果たした人ですよね。これだからもうう同じような感動を 与えるっていうことはもう,もうせっかくもう煉獄さんでやったんだからまた別の人の別の感動をそして別の人物の魅力をっていうふうにおそらく考えるわけだからこの命を懸けて責務を果たして部下を守って死ぬっていうようなことっていうのはもうできないそうじゃない魅力を持ったキャラクターにであるっていうことがまず一つ。 あるんじゃないかなと思いますで、そしたら今度は何なのっていう時にもう覚悟決まっててもう迷いないっていう魅力書いたわけだから今度は逆に人間の悩み迷い葛藤そこら辺が魅力のキャラにしようという発想がやっぱり多少はあるんじゃないかなと思いますで、特にやっぱり象徴的なのは矛盾を抱えてるっていうキャラですよねこれはもう誰が見ても分かりやすいんじゃないかなと思います矛盾を抱え たキャラクターであるということですまず忍びなんだよね忍びなのはずなのにめちゃめちゃド派手なことが好きなわけですよド派手に行くぜって言ってねド派手でもう宝石もつけててさもうバーンって爆発する技も使うしさっていう感じだししかも祭りの神だとか言っても祭りなんてわっしょいわっしょいで派手じゃないですか でさらに言うとこの部下に対してもお嫁さんに対しても命を大事にしろと忍びっていうのは本当は命を捨てて任務を遂行するっていうのが役割なのにいやそうじゃないと、ね、俺はお前らの命が一番大事。でその次に、えー みんな、えー、この一般の人たちの命が大事だしで3番目に俺だみたいなことで自分の中でそこの葛藤みたいな矛盾みたいなのを抱えているっていうのが一つ大きな魅力になっているんじゃないかなと思います。で,悩み迷い葛藤でそんな中でも真に大事にしているものとかこのキャラクターの魅力ってどこなのっていうことが実はこの登場一発目に 現れて,るっていいるとうことですでじゃあこの登場一発目のセリフって何て書いてあるかいいか「俺は神だお前らはゴミだ」ねっと書いて「ゴミだ」まず最初はそれをしっかりと頭に叩き込めねじ込め「俺が犬になれ」と言ったら「犬になり猿になれ」と言ったら「猿になれ」「猫背でもみ手をしながら俺の機嫌を常に伺い全身全霊でへつらうのだ」「そしてもう一度言う俺は神だ」って言ってますよねっていう感じで。 まあそれで俺は神だって言ってるでじゃあ一体何なのかってここが今日のポイントなんですがまず煉獄さんは命をかけて責務を果たしたんだけど命をかけるっていうように俺は煉獄のようになれないとも言ってますねつまり命をかけられないね。なぜならば命をかけられないってわけじゃないな命が大事なんだっていうことなんだよねこの渦い天元という人はもうやっぱり 命っていうことこれが一つすごくキーになっているっていうのがこのキャラクター。とにかくお嫁さんに対してもまず命を大事にしろと生きろと。 言ってるんだよねこれはとにかくそこに執着するんであるっていう,もう悩み迷い葛藤しながらもう命にしがみつくっていうことっていうのがすごく大事ななキャラクターになっているでそこが実は一番最初っからねそのセリフに表れているっていうことだよね。おそらく後藤家先生は もう一発目最初のセリフからそういうやつなんだよって伝えたかったんだと思うんですねでそこで選ばれてるのがいいか俺は神だお前らはゴミだねここから皆さんパッとは感じ取れないかもしれないけれどもどういうことを言ってるかいいか俺は神だお前らはゴミだから入るんですよこれってなんでそれをそんなに押したのか俺は神だお前らはゴミだと なんで「お前らはゴミだ」って言った時にわざわざ「塵という漢字に「ゴミ」と当てたのか「ちり」と書いてここにルビーで「ゴミ」と書いてるんだけどこれはどういうことかって言ったらこれおそらく僕の拙い知識で言うと旧約聖書的なやつですよねおそらくこの「人は土のちり」から「神」が作ったっていうそことかけてあるんじゃないかなここ。ね。 つまり何が言いたいかっていうと炭治郎たち3人に向けて「俺は神だけどお前らはチリだ」っていう一見こう悪口的な感じのことを言いながら「お前らの命を大事にするぞ」絶対に見捨てないという神だからさその塵から作った人間たちを何より愛し守る存在じゃないですか。つまりお前たちのの命を絶対に救うぞと。その 意識がこの一発目の「いいか俺は神だお前らはゴミだ」というセリフに現れているんじゃないかなもう一度言う俺は神だ、ね、大事なこと2回言ったねということそんなふうに 自分ではないい部下たちの命を何より大事にしている煉獄さんとねそこの命を部下の命を大事にしているっていうことにおいてそこはそんなに変わらないのかもしれないんだけれどもそこに対するススタンスがちょっと違うんだよねもうまっすぐに煉獄さんはまっすぐにそのまま命を懸けて責務を貫くという人だけど、ね、どっちかっていうと渦井天元さんは悩み 葛藤し矛盾を抱えながらもそれでもその命を大事にするというそのスタンスが一つ目のセリフに表れているっていうことにみんな気づけただろうかと。 でここら辺のもうキャラ登場の一発目に何て言わせてインパクトもありながらそのキャラの奥深いところがちゃんとにじみ出るようなセリフを入れているっていうのがやっぱり後藤家先生の演出のすごいところなんじゃないかなと思います。というわけで皆さん渦井さんの魅力気づいていてたただけただけろうか最初の一言目にそういう意味があると、ね、僕が感じ取っただけかもしれないけど感じ取れるとなんかああそういう。 そういうい意味のの神として見て見ねみたいなことが響くんじゃないかなと思います。というわけでこれからね漫画でキャラを作る人もですねぜひオリジナルのキャラクターの一言目はそのキャラでしか言えない言葉や行動を取ってあげるっていうのがすごく大事なことですそれでキャラって歌っていきますからね誰でも言えるようなセリフは言わないもうその人しか言えない言葉を選んであげるっていうのが大事なポイントです。 改めて今回得られた漫画技術をまとめるとキャラ登場の一発目のセリフはそのキャラクターしか言えないセリフにしてキャラを立てようということでした今日のお話ためになったなと思ってくれた人は是非いいねボタンとかチャンネル登録ボタンやよかったら登録してほしいなと思ってますお願いしますあとコメントも是非お待ちしておりますそして今回の動画の内容にかかわらずさらに漫画技術を深めて自分も描いてみたい作ってみたいって思ってくれた人は プロの漫画技術ストーリー漫画の作り方が学べるネームできる講座というのをやっていますこちらはオンラインでプロでも趣味で書く人も受けることができる講座になってますぜひチェックしてくださいねそれでは今日も見てくださってどうもありがとうございましたまたね